もしもし。私、今どこ？どうした？会いたいの。すぐ来て。もしかして飲んでんのか、お前。おい。早く来ないと何するか分かんないよ。千代子、今どこにいるの？なんかさ、遅くない？よかったら。受けろ。そう、見て。あ、いいんですか？もう帰るんだ。じゃあ一緒に行きましょうよ。そうですよ。いや、一人で女子がに参加する勇気がないな。あ、来た。私のしもべ。何があった？別に。ただ私は一人ぼっちってだけ。飲めねえだろ。酔いたいの。酔ってんだよ。酔ってないわよ。酔ってないからあの女の顔が頭から離れないんじゃない。消えてよ、消えて。ちょっと分かった、落ち着けって。落ち着け。なんか見たことある、あのシミ。見たことあるよね、このシミ。危ないから近づくな。ねえヒロト、なんか似てるよね。佐伯と言いますが。佐伯さん、
作品に出ない。佐伯さんいいのいいの。姉ちゃんあれ見てみあれ。何？うん。どちらの佐伯さんですかね。日本ねえじゃねえかこの野郎。すいません、どうしても抜けられない用ができて行けませんでした。年はいくつね。ちょっとサトシ何やってんのよ。あ、24です。 24? え、待ってよ、姉ちゃんがもう40やろ。39、細かく女ね。30、いや39やとしてもよ、39か24引いて、いくつね、リエ。15も下なんね。俺が今30やろ。だから年のことはもういいんだよ、めや。もう、もう、上がり、とりあえず上がり。ちょっとなんでこれ引っ張んの。お邪魔しますって言うて、お邪魔しますも言えんの。ね、座ってお邪魔します。はいはい、座って。本当にもう。仕事は何をしよう。おめえは仕事何やってんだよ。関係なかよ、今は。仕事よ。おい、サトシ、母ちゃんだよ。もうバレてほしい。バレてるよ。出らんといて。なん、しょうがねえやつだな、ほんとくもおめえは。ありがとう、行きます。で、これからどうすんだよ。こっちで仕事探せよ。あ、本気でか。本気くさ、当たり前やろ。そんな、俺は高校まで出たら姉ちゃんのこと東京に出て働きたいと思っとったと。それを母ちゃんが福岡にオレオレって、いやいや、言うけん。なあ、お前昔から期待されとったもんな。それがせからしかよ。ね、この上、この結婚のことにまで口出されてみ。もうたまったもんじゃなかよ。いや、わかるけどな。ねえねえ、これってさ、ずっとこのままにしとくと一晩中かかってくるよ。出て、じゃあ来て、ちゅうて。オッケー。あ、そんかにあれよ、帰らんよって言うて、ビシッと言わなきゃいけんよ。笑ってるよ。ビシッとね、帰らんよって。もしもし、あ、お母ちゃん、もう帰りませんよ。やろ、いるよいるよ。すいませんね、ドタバタして。あ、俺の方こそすいません、こんな時にお邪魔しました。いや、なしてまた15も上の姉ちゃんと付き合いようとですか。姉ちゃんのどこに惚れたとですか。ああ、それは、いや、そうですね。もし遊びやったら早いこと別れてくれてもいいですかね。ちょっとサトシ君。いや、姉ちゃんには苦労ばっかりかけてきとるんで、誰よりも幸せになってほしかとです。ね、そんな姉ちゃんを不幸にするやつはこの俺が許さんけ。だからさ、もう大人なんだしさ、はい、サトシの思うようにしてあげなよ。あ？ああ、分かってる分かってる。分かって、うん、また連絡するから。はいはい、じゃね。はい、なんて言ったん。あんたのバイト先の社長さんにお願いしてしばらく休みもらうことにしたからって、その代わり早く説得して返してくれって言われたの。またそげ余計なこと。もう福岡には帰らんってあれほど言うたと。ね、リエちゃんのご両親は何だっつってんの。こいつのとこ大丈夫よ、もう離婚しろけん。うん、生まれも福岡じゃないんよ。ね、お母さんが再婚してから一人であちこち転々としとっただよなあ。あ、そっか。じゃあ、まあ今日はさ、疲れちゃったしね、ゆっくり休もうか。ちょ、何倍言っと。今からオセロ大会よ。オセロ大会。そうよ、ちょっと座り。姉ちゃん、忘れたとは言わせんよ。高校生のくせに小学生の俺に本気出して、今日はその20年越しのリベンジでございます。はい、座りよ、下に届くんか、オセロが。ちょっと誰がチェーンなんかしてんだろうな。お母さんに決まってるでしょ。私が外出してんのしてて、わざと締め出したのよ。本当に信じらんない。さすがにお袋そこまでしないだろう。お母さんいつまでここにいるつもり。私も限界なんだけど。分かった分かった、あの、明日さ、兄貴に電話しとくからな。俺もう寝るね。お世話バイトで。おやすみなさい。あ、うん、おやすみおやすみ。ゆっくりね。じゃあさて、私たちもと、じゃあ電気消そうかな。じゃあお邪魔します。お邪魔します。
セロなんかしたの何年ぶりだろう。楽しかった。そうだね、ヒロト君あんなに強いなんてびっくりしちゃって。あ、いつでもリベンジしてよ。ムカつく。もう次は絶対勝つけんね。ソウトさんと同じこと言ってるよ。だって兄弟だもん。羨ましいな。ん？俺にはこんな風に頼ったり頼られたりし合える兄弟いないからさ。ですけど。サトシ、そげんことするなら本当にガンで。あんた人のベッドに何してんだ。おい、サトシ。試合近いから走ってくるね。行ってくるね。寝顔見て笑えるうちは大丈夫。ヒロト、どう？いいんじゃない？もうそればっかり。そういえばうまくいってるみたいじゃない、さくらさんと。俺はお前の指示通りにやってるだけだよ。別に本気で付き合いたかったら付き合ってもいいのよ。